こんにちは、レッドストーン小屋です。いやこの前ね、あの SCAJ あったじゃないですか。あのね、SCAJ でやっぱり業務用マシーンめちゃくちゃいっぱいあったんですよ。その中でおうち時間をより貴重なものにっていうマシーンを僕見つけてしまって、あ、これやばいと、これはやっぱ YouTube で紹介したいなっていう時の、見つけた時の映像ちょっとまず見てもらっていいですか。ということで、東映工業さんに来ました。ありがとうございます。長川さんにお世話になりました。ありがとうございました。気になるマシンあったんで、はい、ちょっといいですか。はい、どうぞどうぞ。あの、左側ね、ちょっと失礼します。これあれですよね、オスカー2、ね、これがオスカー、こっちがオスカー2です。これがモスクワムードです。ムードムードって分かりにくいかもしれないですけど、これまた新しく出たんです。モスカームード。あ、これですか？モスカームード。おうち時間をより貴重なもの。なるほど。モスカー2は僕のチャンネルでも紹介させてもらったんです。新しくこれを出たそうなんです。これお借りしていいですか？もちろん。ありがとうございます。これちょっとお店でちょっと紹介させてください。お願いします。まあ今見てもらったと思いますよ。そのマシン今日紹介できます。これです。借りてきました、オスカームードです。このマシンね、おうち時間をより貴重なものでっていうね、おうち時間のチャンネルなんで、うちはなので、やっぱこのマシンをちょっとね、新しいマシンなんで、ニューですよ、ニュー、オスカーの新しいムードというこのマシンを今日はね、紹介したいと思います。ということで、やっていきましょう。お願いします。はい、ということでね、あの東映工業さんからお借りできましたオスカームードというね、新しい家庭用のマシンをちょっと紹介していきたいと思うんですけど、前までオスカームードって言いながらね、これ言ったらね、オスカー3ですね、1、2出て3の新しいのあるんですけど、じゃあもう早速ちょっとね、どういうものか皆さんにあの紹介していきたいと思います。じゃあもうこっちに来てもらっていいですか。はい。じゃあね、まずはね、電源つける前にお水を入れてください。で、お水はね、これタンク式になってます。まあ、いつものオスカーと一緒ですね。これは一緒ですね。じゃあ入れていきます。結構入りますよ。 1.5 リッターは入るんじゃないかな。まだ満杯になってないけど、まあこれぐらいでいいでしょう。はい、OK です。じゃあこっちに下にある電源をつけます。はい、じゃあこれブーって言います。これバイブレーションポンプっていうね、ポンプでね、あの磁石で動いてるポンプで、今のブーっていうので吸い上げる証拠なんですけど、今からじゃあここからどんだけで立ち上がるんかっていうところなんですよ。でもね、ここ、はい、まず見てください。このデジタル、デジタルになっちゃいました。デジタルになっちゃいましたよ、これ。で、これ今までと何が変わったっていうかっていうと、今までのオスカーっていうのはどんだけ圧力上がってるんか分からなかったんですよ。メーターがないね、圧力計がないんで。でもオスカームードになってからね、このね、見てください、デジタルになってるんですけど、このバーってついてるんですか、これ圧力計になってます。なのでこれが上がった時に使えるよっていう証拠がもう目で見えるようになっちゃいました。あらあらあら、いいね、改善されてますね。こういうのが目で見えるようになってるというね。立ち上がるのは多分一緒ぐらいですよ。あの15分か20分ぐらいはかかっちゃいますっていうのでね。で、僕の中でちょっと触った感じで言うと、もうね、押さえとくポイントがあの2個ありました。で、かなりね、いっぱいいじくれるんですよ。でいじくりすぎると正味わからんなる。これめっちゃあるんですよ。これまずここあるじゃないですか、このボタン、このボタンはずっと出続けるボタンになります。はい、ずっと抽出出ます。で、この2つ、ダブル、シングル、これは設定入れれます。
で、今までのオスカーと違うポイント、ここなんですよ。スチーム、これからはこういうのね、ボタンを押したらもうスチームシューって出るようになってます。だ、前のとはね、全然違うんですよ、うん、前はここについてたりとかダイヤル回してとかやったんですけど、もう今回からボタンピッてプスって出るようになるんで、これまず違いです。で、これまだあるんですよ。設定をちゃんと入れるっていうね、これをちょっと説明したいと思います。ここはね、はい、今までとは全然違う。これね、2つボタンは長押しすると、そしたらね、はい、こういうのになります。何これ、わかんないでしょ。はい、これまず一つ目押さえてほしいポイントなんですよ。これね、あのイタリア語になってます。で、 PRDOSI、 これ何かっていうと、こっちに設定入れるかこっちに設定入れるかっていうのを決めれるようになってます。なので、こう押すじゃないですか。で、もう一回押して、もう一回押したら設定入れれます、うん、ただまあちょっと仮もんなんで設定入れないようにしておきます、今回は。でも要するに両方とも設定入れますよっていう話です、このマーク。こう覚えておいてください、皆さん。はい、で、これ設定入れれるよっていう、中枢の設定入れるよってマークなんですよ。他、いろんなこういうマークとか、こういうのとか、こういうのとか、まあこれ言葉やね、こういうのとか、こういうのとかあるんですけど、触ってたらマジ何が何か分からへんくなってきたんで、これね、要するにまとめるとどういうのかっていうと、そのアラームとか入れれるんですよ。そう、なんか立ち上げのアラームとかも入れれるし、スタンバイモードみたいな、はいはい、触ってなかったら電源切れるよみたいな設定入れれるんですけど、ちょっとね、ここ依頼すぎるともう分からんなったから、あんまりいらまん方がいいかなっていう、普通に電源ピッピッっていうので、もうご自身やればいいと思います、僕はね。でも、もう一個だけ絶対押さえといてほしいのがあるんですよ。それ何かっていうと、これです。セッティングのセッティングを押してもらってからのこのこれです。プレッシオネ、プレッシオネ、これ、皆さん一緒にプレッシオネ。これ何かっていうと、見といてください、気圧なんですよ。これ気圧選べるんですよ。で、今これ 1.6 で設定合わせてます。だから 1.6 までちゃんと上がってくれるようには一応なってるんですけど、まあ、完全に 1.6 まで上がらないそうなんで、 1.6 で合わせても 1.4、1.5 ぐらいまでなるそうなんで、こうマックス合わせていて、で、一番下に行こうと思ったら、こうやって 0.8 までできるんですよ。まあ、0.8 も弱すぎるんで、マックスでいいんですけど、もうこういうのも合わせれるよっていうのが、このマシンの特徴ですね。もう僕は 1.6 で十分いいと思います。まあ、パワー強い方がやりやすいんでね。っていうのをいられるよっていうのが、これの特徴になってます。これすごいですよね。すごいですね。今時よ、今時ですか。今時いいですね。うん、面白い。この、さっき言った抽出とこのプレッシオン、この圧力、これをいられるような2つだけ設定を合わせるように自分たちしとけば、もうあとはね、十分使えるマシンなんですよ。この2つです。他はちょっとややこしすぎてわからん。東映さん聞いてください、どんなチャンネルやねんな。はい、ということで、こうやってる間にじゃあ立ち上がるのを待ちましょうか。はいはい、まあこれ喋ってるうちに今 0.6 バールまで上がってますよっていう、なるほど、見れるんですよ。今までこれちょっと違いますよね。で、これだんだん温まってきたら温度計になってます。これ抽出温度です。これも見れるようになってるんで、抽出温度も見れるし、このスチームの圧力も見れるっていう画期的なものまずはなってます。これ、うん、オスカームードの特徴ですね。まあやっぱりお値段一番皆さん気になると思います。確かに、ね、高そう。お値段なんですよ。で、今やっぱ円安やから、円安やからやっぱりね、高い。これね、ごめんなさい、40万前後します。うわ、やっぱ高いよ。円安じゃなかったら多分まだまだ安かったと思うんですけど、今普通のマシンもだいぶ高くなってるんで、うん、まあ、1.5 倍ぐらい高くなってるんで、まあなんかね、いろんなものいっぱい買って抱き合わせて安くしてもらったりはしてもらうのは作戦だと思いますね。っていう感じで、まあ今で今 1.2 ぐらいになって90度になってます。だからこれもだいぶ使えるぐらいになってますね。はい、今ちなみに何分回してますか。12分53秒です。 OK です。じゃあ12分ぐらいで結構圧力上がって、もう使える証拠になってると思ってください。はい、で、
チームボタンを押したらこの反応ってやっぱ気になると思うんですよ、うん、プッと押してすぐ出ないとまだ意味がない。チームなんてものはこれじゃあどんだけ反応がいいかっていうのを見てもらいましょう。はい、いきますよ。お願いします。いきます。ボタンを押します。はい、すぐ出ます。これなんですよ。ボタンを押したらすぐ出ます。おお、だいぶ反応いいですよね、うんうん、だからねこの辺気にしなくていいと思います。皆さんそういう面はやっぱりちゃんとしてます。はい、ということで今、はい、今パッて見てください。 1.4 94度 1.4 ぐらいまでなったんで、もうこの辺ねちょんちょんちょんと 1.3 だったり 1.4 になったり行き来してるんで、もうこれぐらいだったらもう使える証拠になるんで、じゃあね早速皆さん気になる抽出からやっていきます。お、今日はね 16g の豆、イタリアン、うちのイタリアンブレンド入れてまずは抽出していきたいと思います。で後にラテアートまでやっていくんで、ちょっと豆引いていきます。はい、オッケーです。じゃあちょっとこっちに行きますね。はい、っていう感じで、ね、一回出してください。はい、皆さん出してもらったらもうつけます。で、このバイブレーションポンプっていうのは磁石でブーンって言って動いて出るんで、出てくるまでちょっとお時間かかります。それはご了承ください。いきます。はい、さあどんなエスプレッソが出るのか。なかなかな、やっぱりね出るまで時間かかります。で一応ここタイマーついてるんですけど、これ一瞬見えるかな、ひよりくん。はい、これタイマーもね気にしながらやってもらったらいいと思います。もうちょっと出るんちゃうかな。ブーンってなんかちょっと静かになったら、あもう出る。いいよ、見てて。はい、こういう感じで出てきます。いいっすね。うん、いいんじゃないですか。これはあれですよ、デロンギのダブルボールエスペソカップ、しっかりクレマが見えるっていうね、うん、はい、ダブルのポルタフィルターでエスプレッソワンショットでっていうね、これどうですか。いや、しっかりクレマ出てますね。バッチリでしょ。綺麗やな、いい感じですね。問題は味ですよね。まずじゃあエスプレッソいただいていいですか。はい、いただきます。温度とかも気になるね。あ、うめえ。うまいわ、業務用と一緒の味するわ。で、めっちゃあったかい、やっぱり。あ、うまっ。味は問題ないっす。温度もバッチリですか。温度もバッチリ、熱い、十分いける。美味しいです。じゃラテアートやっていきます。お願いします。今からまあ問題になってくるのはねスチームだと思うんですよ。で、このオスカームードね、やっぱりね褒めてばっかりじゃあかん、ここだけは言わして。このね、何がこれで僕の中でこのオスカームードネックなポイントあるかっていうと、ノズル、ここまでしか出ないんよ、うん、これがねちょっとだけネックなポイントかな。なるほど、そうなんですよ。今までのやつやったらもっと出せたんですけど、はいはい、ちょっとねここまでしか出ないんで、なかなかね今これ今から使うの15オンスのピッチャーになるんですけど、これはまだいきます。このね20オンスピッチャーぐらいになっちゃってくるとやっぱり結構当たりやすくなるんで、ちょっとやりにくいかなっていうのはありますね。うん、まあただねこの12、13、14、15ぐらいだと全然いけますよ。全然やりやすいです。ちょっと変な感じしたら当たっちゃうけど、うんうん、角度を考えてやれば大丈夫ということになってます。で、これでもいいポイントはやっぱりここなんですよ。今 1.3 バールまで上げてるんで、これが上がりきった、まあ 1.1、 あ、まあ 1.2 かな、 1.2、1.3、1.4 まで待ってからスチームやり始めたらめちゃくちゃやりやすいスチームできるんで、これをちょっと今から見せていきたいと思います。はい、まあ、今 1.3 なんでもういい感じなんでやっていきます。はい、はい、じゃあまずは一回体出します。これはまあいつもと一緒ですね。体出します。手出しますね。はい、これで余分な水分まず出します。で、いきます。お願いします。じゃあ3点固定は一緒ですよ。3点で固定していきます。はい、吸って、おお、やりやすい。いや、いいね。
0.8 まで下がるかな。でもやっぱり 0.8 バールまで下がるね。でも全然できるよ。早いですね。早い。何秒やった？全然考えてなかったわ。いやちょっと僕もあれなんですけど、今までまあタイマーつけてるから大丈夫ね。まあこれタイマー参考にしてみてください。で今見たら 0.7 までは下がりましたね。でも見てください、ツヤツヤツンヤツヤツヤです。いいね。じゃあラジオでやっていきます。お願いします。はい、いきます。これやりやすいわ。やりやすい。はい、うわまたラテアート上手なりました。いやいや、そんなことないっす。ちょっと顔歪んだけど、まあ、スワをやらさせていただきましたけど、うん、まあ、若干スチーム弱くなる部分の時に泡を入れすぎると若干ボコボコなるかなっていうイメージありましたけど、これ多分ね、コツさえ使うのめちゃくちゃ綺麗にできるね。でも普通のマシンより今日は全然綺麗にできると思いました。あの普通の家庭用に比べたらね、全然綺麗にできると思いましたね。いやでもいいじゃないですか。味的にはやっぱりエスプレッソ美味しいんで、絶対ラテも美味しいはず。いただきます。お願いします。あ、見せ、めっちゃうまい。うまい。あ、これはうまいわ。うん、あの何がいってやっぱあったかいな暑いのがやっぱ美味しく感じるわ。この、まあ、季節もあるけどちょっと寒くなってきてるんで美味しくめっちゃ感じるけど、だいぶミルクの甘さもエスプレッソのしっかりした感じも出てて、ちょうどマッチングしてる、うん、いいんじゃないですかこのマシンで。やっぱりこの 1.3 ぐらいまで上がった時にやるのがポイントっすね。ここで多分だいぶ変わってきますね。ただあの東映さんでも聞いたんですけど、やっぱ連続抽出はやっぱオスカーは難しいマシンそもそもなってるんで、その部分はあまり変わってないそうなんで、だから何がいいかっていうとこういう部分ね、こういう部分はやっぱ変わってるんで、デジタルになってるんで、その分まあまあ目で見ながらね、圧力のどんだけか、温度どんだけなのかっていうのを見ながらできるようなマシンになったという、このオスカームードになったそうですね。はい、いやー楽しいな、やっぱり新しいマシン紹介するのは。っていう感じでね、まあまあこのオスカームードですね、皆さんまだおニューなマシンになってるんでね、ぜひあの参考してもらって購入するか、あの決めてください。はい、という感じで今日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、というかあのオスカー1,2,3持ってるから、え、比べるやつやろうかな次。めっちゃええっすやん。それ1,2,3持ってないと多分おれへんで。いや、おらんでしょ。次の動画それしやす。ありがとうございました。ありがとうございました。